遊戯王マージャン遊戯王スペシャル対談マリナの時代さあ、この企画はですね、マージャン遊戯王のアシスタントマリチューさんと日本プロマージャン協会に所属されております篠原さゆみプロ、お二人の対談を楽しんでいただこうという企画でございます。はい、お二人ともよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、マリナの時代ですが、結構久々な感じが、うん、確かにしますね。誰から、うん、最後誰だって感じくらい、ね、結構もう対談をね、してしまった方が結構ゲストに来られてたので、うんうんうん、ちょっとタイミングがなかったんですけども、やっぱりマリチューさんと仲のいい篠原さんに来ていただいたということで、今日はね、ちょっとお二人で思う存分いろいろと話していただきたいと思っております。はい、で、毎回ここ共通点みたいなのを、まあ、一応トークテーマで掲げようとは思ってるんですね。で、お二人の共通点、まあ、例えばグラビアをやられてるとかそういうところはまあもちろんあるんですけど、他になんかないかなと思った時に、キャラクターの中で篠原さんもちろん天然なキャラクターね、皆さん知ってると思うんですけど、実は全部計算なんじゃないか説が一個出てる。え、サミーさんの天然が、はい、はい。だからもしかしたら二人とも計算高いのではないかということで、ちょっと共通点を探ってみようかなと思ったんですね。なるほど。はい、で、これ話してみて全然そんなことなかったら全然違う話に行ってもいいんですが、まあちょっと最初はこのトークテーマを設けていきたいなと思っております。果たしてね、篠原さんはね、本当は計算高いのか、それとも計算なのか、今まで。そうですね、今まで。なんで今日の企画とか今まで聞いてきた中では全然そんな感じしなかったんですけども、全部その上でもしかしたら計算してるかもしれない。確かに計算苦手ですね。もうね、まあでもそれはあくまで立て付けになりますんで、はい、全然お好きに喋っていただきたいと思います。ということで、お二人もよろしくお願いします。お願いします。でもサミさんが計算だったら地球がひっくり返っちゃいます多分。今まで全部計算でその天然さを演じてきてたとするならば、そもそも天然だって思ってなくて、はい、そうなんですね、そうだから、はい、なんかじゃあもう計算の方がいいよね。逆に私も計算でありたい。もう計算であればなんか私も、ま、なんか納得いけば自分に。でもやっぱサミーさんがここまでたくさんのファンの方に愛されてきた理由って絶対その計算。いや、天然。そう、多分これ計算だったら裏目に出ちゃってた気がしますね。分かんないけど。本当ですか。そのままの等身大で触れ合ってきたから。今触れ合い。触れ合いだと思うんですけど、私でも、うん、初めてサミーさんの大会に呼んでいただいた時に、うん、あっち向いてほいしましたよね。その時が結構私は衝撃で、それまではなんかちょっと天然キャラなのかなって正直思ってたんですよ。まずいまずい。だけど、あれで本物がいたのと。苦手なんですよ、あっち向いてほいだけは。そうですよね。え、もう まだ苦手ですか？どっちで言ったらやんないでいいんだろう。あれから4年経ってるんですよ。あ、もう4年経ってるの？はい。今めっちゃ計算してます。得意って言ったら逆にもうやんないでいいよってなるのかな。で、え、得意じゃないよって言ったらちょっとやってみましょうってなりそうだよね。はい、どうですかね、イーピン君。そうですね、まあ、どんな答えが返ってもじゃあやってみましょうか。ほら、ね、はい、最悪だ。得意だったらじゃあリベンジマッチ、うん、で、苦手だったらちょっともう一回それ見たい、うん、はい、ますね。一応だからマリチさんよくないよ、マリチ本当ですか。マリチさん、いや、でも本当にあれはちょっと、でも このあっち向いてみたらみんなまたもっと多分サミさんのこと好きになる。まずいって、まずいって。最強戦のコメントで私苦手なものあっち向いてほいって書いてある。もう求めてるじゃない。求めてないよ。求めてないよ。無理じゃないですか。無理より、じゃあやっとけば。やだやだ。ここでやっとけば。そうですね、ここでやっとけば他でやる人ないかも。はい、マジで本当最強戦でやる羽目になるかもしれないですよ。最悪だよ、瀬戸熊さんと。どういう状況。ちょっと一回やりますか。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい。初手から初手で早かった。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい。え、どっち？待って今は私が勝ったんだよね。私が間違えた。私が指さすのね。でも次できる気がします。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。待って、あれ最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。
特技に特技がいい、いいと思います。そうですね、だからさ、ピコピコハンマー叩くやつとか、はいはいはい、かぶって叩いて、かぶって、はいはいはい、かぶって叩いて、一緒にやってるあれ難しいね、でもだから何か分かんないからずっとハンマー持っちゃうだからあっち向いてほいもね、基本刺しとけばいいと思ってるんだけどね、はい、勝てば勝てばね、勝てばでもつい釣られちゃうの、マリチュアちゃんがどっか向いてたら私も向かっちゃうだからやっぱサミさんは今いや計算じゃないなっていう本当に作り上げてきたこれで今まで築き上げてきたものやっぱど天然いやいやいやでも本当に芸能の仕事やっててよかったですよねちょっといやいやフォロー、フォローごめんなさい、フォローだってこんなぴったりな逸材いついないなんか私みなしゃむさんもそうですけどやっぱ羨ましくなっちゃうというかもう本当に私も仕事のじゃないですけど本当に芸能の仕事が大好きだからこういう特技が本当にあげるよやってみてよそうですよね、うん、本気でねサミさんはやってくれてる本気でなんですけどちょっと待ってます本当にしてないですなんて なんて言ったらフォローになるか分かんないんですけどやっぱしみなしゃむさんも本当すごい方じゃないですか面白さあすごいよね。自覚あるのかな。いやないんですよ、ね。あないんだ、はい。そういう天性の特技、うんうん、持ち物が本当に羨ましいなってすごく思います。私がどんなに作って天然をやろうとしても絶対にできない。でも私はマリチュアちゃんを計算高いと思ったことないです。え本当ですか、はい。よかったです。だからなんかこの議論がおかしいですよね。そうですね。あれ。まあ、当初は計算高いとこもあるんじゃないかと思ったんですけど、はい、今バーッと見た流れではあそんなことなかったって思ってでも計算っていうよりかはなんか結構芸能私も結構10年ぐらいやるようになって、うん、損得で物事考えられるようになったなとは思いますね。昔始めた時は結構なんだろう何でもマネージャーで喧嘩とかもなんて当たっちゃなんて言うんだろう当たっちゃったりとか不機嫌な態度取っちゃったりとか昔あったけどそれって損だよなみたいな。あなるほどそうそうすごいすごいなんか意見を言うのはいいけどなんかその自分の悪いところをわざわざね人に見せるのは損だなっていうのがあとツイッターとかも昔はなんかちょっと書いちゃったりとかそんな時代あったんだあるんですよ実はだけどもうそれも損自分のマイナスパフォーションしかないからやめよみたいなプロやそれが計算に入るなら計算かもしれないけど確かにじゃあ多少は計算できた方がいやどう思ういいんじゃないのかなってでもサミさんやっぱプロだなって思いますあのそう芸能あのさっきも年表じゃなくてあの相関図はいはいはいとかもやっぱ男の人とか一切書かないやっぱそのファーストだからやっぱそれって結構大事なことじゃないですか見合わせをしないとかそう男の影がないっていうのはやっぱ芸能やっぱ一番大事実際でもね本当にねそう書けるような人がいなかったっていうのも本当にそうなんだけどねマジでなんか麻雀プロになるときにさ口説かれたりするから注意しなみたいな、はいはい、あめっちゃ言われました言われたよね、はい、私もすごい言われたの今7年目になるんだけど、マジでゼロ。あ、私もゼロです。え、だから、え、何あの都市伝説？確かに。ね。確かに。嘘だから、あれ。まあ、あったらね、言っていきたいところだったんですけど。あったら暴露とかね。ね。怖いよ。怖いよ。女の暴露は怖いよ。ね、怖いよね。でも、嘘ではなさそうな気もしなくもないですよね。その私たちはないかもしれないけど。ああ、麻雀界は。巷では。まあ確かに結婚してる人とかもみんな麻雀プロ同士でね、してるもんね。でも、うちらは特にないね。マジでないです。本当に。ない。あっても、なんか、もっちょ、なんか持てるかなって思ったけど、そんなことなかった。そんなことないね。まあいいんですけどね。なくていいんだけど。全然なくていい。ファンが一番。何で笑えるのとか本当にでもファンが大切だからやっぱり絶対ダメ男は絶対私はダメだと思います適齢期が来るまでも絶対ねそこは麻雀遊戯王は面白いんですマリジュちゃんのねすごいところをね今思い出したんですよ何ですかリーグ戦の時とか全卓に最初さ回ってさみんなに挨拶をそうす、ね、していたもうビビっちゃっていないもんそんな子逆に本当ですか、うん、でもあなんかこんな小娘がなんか麻雀界来ちゃってみんな嫌だろうなと思ったからどうしようと思ってとりあえず挨拶、本当に勉強になる私もそうすればよかったってでも分かんないよ麻雀界の
の基準とかわかんないから、うん、すごいなって全然ありがとうそういうところとか本当にみんな先輩とかもよく話しててマリチューちゃんめっちゃ礼儀正しいよねとかなんかそういった面もプロだよなっていやいや嫌われたくない、うんその嫌われたくないって大事だと思うの私だってこの業界モテてなんぼじゃないですかそのモテるっていうのはさ人間としてでそれがすごいなってマリチューちゃんも叩かれてるの聞いたことがない女子のこういう褒め合いちょっと気持ち悪いなっていうのあるかもしれないけどこれ結構ガチでなかなかそういう挨拶とかできる人っていないなって思うし確かに挨拶そうですね私は後輩私も多分2期ぐらいまだあんまりそうなんだ確かにこの子誰だろう先輩かなって思いながら後から調べたら22期みたいなのはありますね全択挨拶なるほどみたいなすごい、うん、いやいやいや話題になってたそうなんですね恥ずかしい恥ずかしい頑張るとねだからそういった意味ではなんか計算高いっていうより生きていく大事なすべではあるなってそういうのは持ってた方がいいですよ、ね、確かにそう計算できないよりかはできた方がきっとね、うん、愛嬌っていう意味もそうですし偽りの自分かもしれなくてもそうそう多少はね世渡り的な意味ですかね世渡りは大事だから例えば自分が何か大きなミスをしてしまった時にカバーね、そういうしてくれたりとかさ私も本当に家賃知らないわけないじゃんってさ、はいはいはい、言われちゃうけどさ私のね人間性をみんな知ってる人はいやサミーならありえますサミーさんは確かにサミーさん60万のベッドやっちゃうのも確かにちゃうのもそうだしなんか私パスポートとかさ、はい、あの通帳とかカード全部なくなっちゃったことがあって、はい、家が狭すぎてその当時、うん5畳とかだったのね、うん、で、あんまり使わないものは、うん、宅配ボックスに入れとこうとレンタルルーム的な意味でロッカーみたいな、ね、そうあったからそのマンションに、はい、その中に宅配ボックスの中に入れといてこれはまあ私のロッカー的な学校のね、はい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 、感覚だったんですけど、うん、半年後ぐらいにパスポートが必要になって、うん、ロケ行くってなってで開けたらあの忘れちゃうから私全部1234なんですよ、はいはい、そしたら開けたら全部なくてえって思って、うん、あの事務所の契約書とかさ、もう全部やばやばい一番大事なものを印鑑とかも全部そこに入れといて、はい、全部なくなってだからやっぱ多少は計算できた方がそのやっぱここに入れたらなくなるかもしれないなっていうね確かにそうそうありました預かっあいやマジでなくなっちゃってあの管理会社に連絡したんだけどうちでは預かってませんってマジっすかマジで警察に届いてるとかもないんですか、ね、あでも警察 に聞かなかったです、ね、あ聞かなかったんですかはい聞いたあったかもしれないでもなんか作り直しましたあそっか警察に行くっていうあれがなかったな新しい行く今そっか警察に届いてるパターンあ中見たら絶対そんえこれはやばいって言って多分いい人だったら届けに行く気がしますそうなんだね、何も考えてなくてなくなっちゃったってなってくそサミさんのロッカーが1234はやめた方がいいですね確かに4567とかにした方がいいです近いな連番連番こんな2人が計算だけなわけなかったんですねそもそも嘘がつけない2人でしたね確かに嘘もないかもしれないでもなんかすごいピアノ部分もいろいろ聞けましたし、うん、ちょっとこの動画の公開の日にち的にはずれちゃうんですけど今度篠原さんに出ていただくマジ営業オフ会はあっち向いてホイをやろうと思いました最近ねあのバカっていうのを忘れさせていきたい気持ちはあったんですね、はい、昔はこうだったけど、はいはい、今は、まあ、まともになりましたよっていうブランディングで今やったのすいません本当にだからあれさっきのあっち向いてホイは昔の動画かもしれないあの服がブランディングはちゃんと計算高いんですけど伝えるのが下手すぎるんですよいや、本当に長所ですよ、マジで本当にマジで長所です本当に誰もバカにしないし、本当にサミーさんの素晴らしい長所です本当に、本当に胸を張って言えることなので今全く落ち込まないでほしいありがとうございます今おっしゃっていただいたところは、本当にマネチューさんのね、あのいいところもあの篠原さんのいいところも全部出てましたし、うん、ね、本当にみんなが好きになる要素なんで全然変えなくていいと思うんですけど唯一パスワード1234だけは早く変えたいこれ動画で1234は本当に書いていただいて、でも4567なんで今じゃあ言っちゃおうそこそこ大きい声言いますねバカだろお前言うなよ言うなよ今話見えていく
ません、すいません、ちょっと頑張っていきたい。ねえ、こんな笑顔で。本当に。はい。いやー、素敵なお話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、これ月、話尽きないですね。ちょっとサミさんと話足りないですね。そうですね。ちょっとまた枠を外していろいろ話していただきましょう。またぜひゲスト来てください。ありがとうございます。その時までまたブランディングしていただけたらと思います。頑張ります。はい、ということで、お二人本日ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとはですね、もう早くパスワード変えてと思った方ね、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。